こんばんは、Gです。チョコチップスターだっけを探してる途中でね、見つけたハッピーターンの、チョコ、チョコハッピーターンなのかな、ハッピーターンでチョコレートって書いてあるね。これちょっと探ってみます。2種類あるんですね、スイートとミルク。ハッピーターンは個人的に言うとハッピーターンが好きだから、ハッピーターンのまま食べたいところなんだけどね、まあ、こういうのもたまにはいいのかな。ちょっと開けてみます。ビス、あ、ちょっとおしゃれだね、うん、おしゃれおしゃれおしゃれだけど、うん、中はね、どっちがスイートだかどっちがミルクだかよくわかんないけど、4つずつ入ってるね。え、わかんない、多分わかった。あ、スイートって書いてある、これがスイートで、こっちがミルク。そもそもハッピーターンのパウダーはついてないのかな、これ。まあ、それも含めてちょっと食べてみます。まずスイートから。ハッピーターンの普通のあのパウダーはついてないんです、当然の、うん、これはいけますね、うん、美味しいです、うん、そしてミルク、美味しい、これ、これはミルクの方が好きかな、うん、美味しいですね。これなんでもっと出さないのかな、女子が好んで食べそうな、うん、美味しい味でした。はい、以上です。ハッピーターンでチョコレート、スイートの方が食べてみたいなって思う人はチャンネル登録、ミルクの方興味あるなっていう方は高評価よろしくお願いします。今夜もご視聴ありがとうございました。